皆さんは焦ったことはありますか？まあ我々はね、日々日常生きていたら、まさかのアクシデント、絶体絶命のピンチ、こういう窮地に陥る時が必ずしも絶対にあります。その中でも、日常的に起こったら焦ること第23位。それは、テストの時に写真が切れる。皆さんもね、中学生、高校生の時に経験したことあると思うんですけど、基本的テストを受ける時って、机の上にあるのはシャーペンと消しゴムのみ、他の筆箱とかカバンは全部もう教室の外に出しちゃうみたいな、そういう状況があると思うんですよ。で、そんな状況の中で写真が切れちゃったらめっちゃ焦りません？皆さんよく考えてみてください。自分がテストを受けるため、毎日コツコツと培ってきた知識、そして努力。そんな汗と涙の結晶が、写真が1本や2本入ってないってことごときで、粉々に粉砕されちゃうんですよ。この問題のやり方分かって答えも分かっているのに、写真が入ってないってだけでその答案用紙に答えを書けず、その問題は×という判定を受ける。こんな残酷な現実がまかり通っていいのだろうか？まあ、ただ単に写真めっちゃ入れとけって話なんだけどさ。まあでもやっぱそういうテストの時とか、まあテストの時とかにも限らず、やっぱ写真一本が切れるタイミングってなかなかわからないじゃないですか。というわけで今日は、写真は一体何センチ描いたらなくなるかを調べたいと思います。はい、こちら、2本のシャーペンを準備いたしました。こっちは普通のクルトガで、こっちはクルトガアドバンスです。僕がやろうとしていることは、まあ今回普通にですね、写真がいてどこまで描けるかっていう検証するんですけど、こちらのシャーペンですね、こっちの普通のクルトガが、写真が 0.5 の太さ、クルトガアドバンスの方は 0.3 の写真を使うんですね。なので、今回は写真は一体どこまで描けるかという検証&、0.5 と 0.3 の写真だったら一体どっちの方が長く持つかなという検証をやりたいと思います。まあ人によって筆圧は違うので、いろんな多少のズレはあると思いますけど、まあ僕の予想からしますと何センチ描けるかはまだ予想はつかないんですけど、どっちの方が長く描けるかってなった時に僕は多分 0.5 のシャーペンの方が長く描けると思います。やっぱりですね、僕のイメージとしては 0.5 のシャーペンは芯が太くて折れにくいという印象があるんですね。で、0.3 の写真は折れやすいけどなんか繊細な字が描けるみたいな。そういう違いがあって 0.3 と 0.5 に分かれてるんじゃないかなと思ってます。なので、どっちが長く描けるかってなったら多分 0.5 の写真じゃないかなと思ってます。それでは検証に参りたいと思います。はい、0.5 の一度も使ってない写真を入れました。こちらの紙はですね、ここからここまでの長さが 29.6 センチあるんですよ。なんて半端な長さなんだ。で、29.6 センチの直線を表裏に50本ずつ書いて、1枚の紙で計100本の線を書きます。それを芯がなくなるまで続けていくという形でやっていきます。やる前だけどめっちゃ不安になってきたわ。まあ、とりあえず、やっていこうか。ではまず1本目から書いていきます。よし、記念すべき1本目。1、2、こんな感じでどんどんと書いていきます。20本書いてみたけど、なんて地味な作業だ。これはほんと忍耐力との勝負になるな。ただただ精神をね、線を書くことだけに集中しなければいけないっていう、ほんと地獄の作業だ。はい、表裏にですね、50本の線引き終わりました。手いけ。待って、これ想像以上にきつい作業だな。左手がめっちゃ痛いんすよ、上下押さえてる左手が。これを写真がなくなるまでやるの？鬼畜じゃん。はい、2枚目も書き終わりました。俺一体何が悲しくてこんなことやってんだろう。はい、3枚目書き終わりました。とりあえずですね、29.6 センチの直線をですね、300本書きました。それで一応ですね、300本書いた残りの芯の長さは、って全然減ってねえじゃねえかよ！本当にもう今日俺以上に多分直線描いてるやついないと思うんだよね。今日だけで見れば俺多分直線描いた距離ギネス記録狙えるんじゃねえかなと思うわ。ギネス公式記録の係員さん待ってます。ご連絡ください。はい、4枚目終了。もうこうやってずっとね、ただ僕が線描いてる映像を流してもしょうがないんで、写真が残りあとちょっとってところまで飛ばしたいと思います。それではいきます。3、2、1。はい、ついに残りの芯がこんぐらいになりました。マジで本当にあと1本か2本かけるぐらいのとこまで来たから、ようやく終われるよ。一応この紙ですね、1枚の裏側の30本目です。よし、裏側の30本目、31。もうこれ多分、あー無理ですね、これ。もうかけてないです。このラストの紙1枚の5本だけが正式な記録ですね。はい、終了。疲れたー。終わった。マジで手痛い。上下を押さえている左手がもうほんとピーンって張ってるから、この親指と人差し指のこの部分がめっちゃ痛くなるんですよ。まあ一応ね、最後のこの1枚の紙で 29.6 センチの直線を5本描いてるんですよ。なので 29.6×5 で148。この最後の1枚だけでね、1m50 センチぐらい描いてるんですよね。あ、ちなみになんですけど、僕がこの写真1本使い切れるのに有した紙の数なんですが、まあ大体こんな感じになります。計8枚やってられるか。皆さん見てください。僕これ、この紙一枚一枚に100本の線が書いてあるんですよ。これを8枚僕続けたんですよ。マジで本当にやってる途中にね、なんかゲシュタルト崩壊とかそういう類のものが起きてた。直線を引くっていう行為はね、本当に、うん。しかもこっから俺 0.3 の写真も書かなきゃいけないの。いや、これでね、いやお前根性ねえなとか言う人いたら、いや、ほんとやってみだったら、マジで4枚目書き終わったぐらいで嫌になるから。僕の精神がですね、もう KO 状態なので 0.3 の検証はまた次回に回したいと思います。4枚と10本 0.5 の勝利。